こんばんは。知識はないけど絵画が好きなのでこちらの動画で学習しています。美術館の魅力的な企画展についつられて見に行っちゃいます、うん、五郎さんが企画するとしたらどんなテーマで作品をセレクトしますか。解説付きで見たいです。大塚国際美術館でできないかな、関係者の方見てないかな。ああ、どうだろうね。いや、学芸員さんに企画してもらった方がいいと思うけどな。俺たちはそれを見てあれでもないこうでもない言ってるだけの仕事だからね。なんか五郎さんならではみたいな。え、あれですよ。だからあの黒の闇と白の闇のシリーズ出したじゃないですか。だからああいう感じでやっぱほら天使の絵ばっかりとかさ、そのテーマでこうくくったやつとかね、うん、やってみたいなっていう気もするし、あとそれはあの日本のさ、あの忘れられてる洋画家さんのねやつとか結構やりたいですけどもね。あ、いいですね、うん、この間やった山下凛さんなんかも皆さん、まあでも持ってこれないけどね、今日教会にあるから山下凛とか持ってこれないですけども、皆さん本当興味持たれてすごい動画のコメントも、うん、はい、盛り上がってた、うん、まあ、合成田義松とかもテレビやってるか、いや何度か やってるんだけど、うん、もう結構その後の世代の人とかもいるんですよね。そうし、うん、あのやるとしたらやっぱり知らない、意外にいいのに、いいのにそれほど知られてない画家の展覧会をやりたいですけどね。いいですね、うん、新しくなんか生まれそうですしね、知られたことで。